投資をガンガン進めてきた半年となりました。では23年3月期の第2四半期の説明をさせていただきたいと思います。売上高28億4900万、0.3% の増、営業利益2億4600万、54.3% の減、営業利益率は 8.7% となっております。私のグループは e コマースないしは DX の支援業でございまして、お客様は最終消費者ではなくて、事業者ということになります。でこの事業者の DX の投資意欲は引き続き旺盛でございますということが一つ目です。企業のその DX 投資ももともと2019年3年以上前から言われておりまして、本当にそこに投資していいのだろうかみたいな迷いがずっと企業さんのところにあったところにコロナが来まして、本腰入れて DX の投資をしなきゃこれはやっていかんけんというようなところの事業者さんがたくさん出てきまして、これが一つのトリガーに、ものすごい勢いは今も続いております。それからもう少し補足をいたしますと、 Web3 とか、昨今言われてきておりまして、これ何かというと、そのピアトゥーピアっていうんでしょうかね、消費者と事業者が直接結びつくというのが一つの背景になってございます。私どもはモールの事業を行っているわけではなくて、あくまでも事業者さんの独自の DX の支援を行っていると。今までのその e コマースの市場の伸びっていうのは、どちらかというとモールに支えられてきたところはあると思うんですけども、今後は D2C という言葉がに代表されるように、事業者さんの直接の e コマースが増えていくというようなところを考えますと、さらに追い風なのかなという認識をしております。で2つ目はその事業者さんの業績を左右するところでございますが、 e コマースの消費ですね。2年前のコロナの初年度の時に爆発的に巣ごもり消費という言葉が出てきたように伸びた、この半年ぐらいについてはちょっと踊り場的な感覚、決して減衰しているわけではないんですけれども、こういう外部環境を認識しておりますので、想定よりも少し早めの投資を進めてまいりました。で先行投資で約2億使ってます。一つ目がシステムの開発ですね。事業者さんが売上をたくさん上げる、ないしは、失注を減らすっていうんでしょうかね、いうようなところに特化したシステム開発を行っております。先回りで投資していってる。それから2つ目、新規営業強化ですね。この上半期は新規のお客様からの引き合いが多くありましたので、これも売上としてはすぐには結びつきませんが、これも先行投資の一環で、エンジニアの工数をこちらに、結構割きました。それから、採用強化というところございますが、引き合いの割には、それに応えきれてない。先ほど申し上げたように新規に営業のリソースを割くと既存に割けなくなるみたいな、ちょっと言い訳がましいことを言ってますけれども、これってまだまだその、採用としては強化はしておりますが、まだまだ、取り切れてないという課題は残しておりますが、いずれにしても採用も含めて先行投資と。それから HOI 事業による大型 MA です。資本という会社をグループに迎え入れまして、 PL 的には3クォーターからの計上になりますので、上半期には入ってございませんが、これによる投資を行っております。DX 推進ないしは e コマース支援というものを非常に得意としておる企業グループというふうに自負しておりますので、これをお客様に機能提供することで、支援代という形で商売いただいてますけれども、中にはがっつりもう事業提携、資本提携をして、イーストアグループが自分の事業として、これを行っていくというところも中期経営計画を3年前に発表させていただいた時から掲げておりまして、これがようやく具現化したというのがハンズオンインキュベーション事業というところでございます。シオンという会社はアパレル業でございますが、非常にその企画力に優れた会社で、e コマースを伸ばすことによって、双方の相乗効果というものがさらに拡大できるだろうというところで投資をさせていただいております。でその他のところ、これ特定案件による一時的な外注費、これも約1億ぐらい出た。これある程度基調に想定はしておったんですが、
少し、長引いちゃって、今収まってるんですけれども、下期に影響を与えるところではないので、続きの計画は修正しておりません。堅調な EC 消費とさらに活発化が見込まれる企業の DX 投資を背景に増収増益の計画、3期連続となる最高益を更新を見込んでおりまして、期初、途中で少し売上だけはMA をしましたので修正しましたけれども、当初の計画通りというところでございます。何度も強調しているように、その事業者さんの DX 投資意欲は旺盛でございまして、中長期にこれはしばらくは続くものだと思っております。なので私どもの企業グループとしては、この波にうまく乗れるように、身を市場の中に置いておくつもりでございますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。以上となります。ありがとうございました。